なんてさ、天使もブランドやってな。出たくないんだ。天使出せや。結局私が一番使われてたし、サムネにもなったわけだし。おっぱい見たな。見てないっすよ。それはちょっと自意識過剰だと思う。見てました。声ちっちゃすぎましたね。うちらが声張りすぎて何も聞こえなかったです。物投げるから爪痕残した。バカの考えです。物使うのやめろ。控え室行った時に飲んだ酒そのままゴミ。スタッフさんがちゃんと一心こうやってどうのこうのって、その時も酒飲んだ。もう一般常識も分かんない。一回小学校からやり直した方がいいんじゃないかと思って。で、私本当に格闘技好きだし、ブレイキングダウンは喧嘩喧嘩ってみんな言ってらっしゃるんですけど、一応格闘技ルールなんで。いやでもあの2人はいいんじゃないですか。いや、やりたいっすね。どうですか。え、フォロワー何人なん。だからフォロワーとかの話じゃねえだろうが、クソが。有名人なの。尾形さんは YouTube で10万人以上登録者数なので。13万人です。あなたより多いです。ああ、じゃあやりましょう。いや、もうやらんわ、お前とは。やってやって。尾形は、はい、YouTube が13万人いるだけで、私総合で80万ぐらいいるんですよ。ひろゆき間違えたでしょ。何も勝ってないよね、マジで。あいつがずっとダダこねてたんです、試合出ないっつって。私は49で応募したのに、で向こうが56キロでどうですかみたいな言ってきて、いや私49で応募しとるのになんでお前に合わせないかんのと思って。今はまあ1500で、まあ塩分 2g の水7リットル。結構きついですね。体重落とすの大変らしいな。未来はフレンチ行ったり焼肉行ったり、昨日も焼肉行って、あの浅草ビンチカ作って楽しい人生を送ってますけど。おいおい、やめろ。控え室ずっと旦那に、私の席の人誰ってやってたやん。毛がこっちですけど、あ、もうあざはないっす。カットでこうやってる時にここに入れられてるんで。そんなさ、あんな一発蹴っただけで、あの何さらに入るって、私の命中率めっちゃすげえなと思って。向こうは2対1、骨使う、酒は飲む、格闘技ルールも守れない、バカなやつは出んじゃねえ。普通に考えてお前らがおかしいから。顔見せや父もないし、もう数字もないやろ。ほんま何も買ってないくせに、私とできて感謝しろよって感じなんやけど。スタッフさんも演者さんもみんな気持ちがあってやってる中、ボッコボコにしてやると思って。